にしたいホロメン、いやお母さんにしたいホロメンはやっぱりご飯がめちゃくちゃ美味しいお母さんがいいじゃん。わかるこの気持ち。ってなるとルイルイかミオ先輩なんだよな。わかる？飯うめえ飯食いてえじゃん。だからまあちょっと2人あげていいんだったらもうルイルイかミオ先輩。あのねチョコ戦はどっちかっていうと姉なんよ。チョコ天帝は飯はもちろんチョコ天帝美味しいんだけど、こう引っ張っていってくれそうなノリが高いから、お母さんっていうよりかは姉なんよ。姉御肌。そう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 、姉の方。お父さんだったらポルカ。ポルカだな。楽しい。なんか子供と一緒に遊んでくれるお父さん、わかる？低気圧で調子悪い時はもちろんあるけど、率先してあ、公園でキャッチボールするかとか調子いい時言ってくれそう。妹にしたい。妹か。でも妹だったらラプちゃんかな。ラプちゃん、ラプちゃんですね。あ、これはなんでかって言ったら、あの映画の試写会行った時にさ、ラプちゃんと一緒にあのポップコーン食べたかったからさ、あのみんなでさ、まあ、ラプちゃん以外もいたんだけど、あのポップコーンの売り場に並んでて、あのラプちゃんが要は横、私横にいたからさ、で、まあ、人も多いしさ、ちょっとまとめて買おうってなって、で、私がさ、いやもうラブちゃんいいよ、じゃあ私今日はもうラブちゃんにポップコーンおごったるわっつって、ラブちゃんにポップコーンおごったんよ。その時のラブちゃんの、え、いいんですか、ありがとうございますの喜びようが可愛かったから、そういう意味ではラブちゃんは妹。そう、ニコニコのあのね、え、ありがとうございますのあのニコニコ顔、素直ないい子なんだよ。そう、素直、めっちゃ素直。そういう意味では妹だな。